い、皆さんこんにちは、ワナルギルビジです。では今回はガンダムジェネレーショングリープス戦記、こちらをプレイしていきたいと思います。スーパーファミコンターボのソフトで SD ガンダムジェネレーション1年戦争期と同じ時期に発売されたシミュレーションゲームになっています。 G ジェネレーションと、あとはギレンの野望、これのね元になった、ベースとなった作品といっても過言ではないものになってますので、今回もね張り切ってやっていきたいと思います。でグリプス戦記とタイトルにある通りですね、これはあのゼータガンダムの時期を描いた作品になってますので、何度かね他の動画の中でもお話してると思うんですけど、僕はゼータガンダムが一番好きなんで、すごく楽しみにしています。では早速プレイのを始めていきたいと思います。まあ、操作方法とかはです、あるいはシステムとかはですね、まあ、G ジェネレーションのそれに限りなく近いものになってますんで、まあ、特に違和感なくプレイの方できると思いますので、操作方法とかについては割愛をさせていただいて、早速、本編の方見ていきたいと思います。それはかつて魂を持ったものであったかもしれない。しかし今はそのものの中にあるものが神の国にたどり着くことはないであろう。宇宙世紀 0087、3月2日。1年戦争から7年後、反地球連邦分子エウゴを制圧するため、ティタンズはサイド7のグリプス1において基地化を進め、新型モビルスーツのテスト飛行を極秘に行っていた。この情報を入手したエウゴはモビルスーツ部隊をグリプス1へ投入させる。これ、ゼータンガンダムの冒頭でね、エシャーの乗る赤いリックディアスと、アポリーとロベルトの乗った黒いリックディアスがね、グリーンノア。ここに潜入して、黒いガンダム、これはマーク2のことですけども、そのガンダムマーク2をね捕獲する。その中にカミーユが介入してくる、介在してくるというところだったと思います。ではステージ1、黒いガンダム、敵艦を破壊し空域を解放せよということですね。さあまずマップから確認しましょう。マップはここに味方、まあ、エウーゴの本拠地が用意されていて、そうなると多分対角線上に敵のティターンズの拠点がありますね。で、マップに展開しているのは味方一貫。まあこれ多分アーガマーですかね。で、敵も一貫。これはそうするとアレキサンドリアかな。ちょっと敵艦から確認しましょうか。アレキサンドリアですね。で、ガンダムマーク2が2機。ハイザックが3機配備されています。一方、我々の方ですね。ここにはガンダムマーク2、あとリックディアスが5機ですね。もうガンダムマーク2がすでにアーガマの方にあるということは、エウーゴにカミユーがもう合流した形ですかね。リックディアスには、クワトロ・バジーナ隊と、アポリーとロベルト、注意が乗っていて、まあ、残り3機、2機かな。あ、リックディアスいると。いう編成になっています。では、早速敵艦アレキサンドリア、これを潰しに行きましょう。で、あ、ダミーとかできるんだ。なるほど。これはいいかもしれないですね。さあ、先に、この暗礁中域の方に部隊を展開しちゃいましょう。ここに行ったもん勝ちですかね。さらにダミーは移動した後に出せるんだ。これ嬉しいな。では、出撃します。ガンダムマーク2。まあ、実はパイロットの概念がまだこの時点のゲームではないので、まあ、カミーユ、あるいはクワトロ、アポリー、ロベルトっていうのは、まあ、乗っていないんですけども、このマーク2にガンダム、カミーユって考えると、なんかちょっと胸熱ですよね。では敵艦から出てきたモビルスーツ隊を潰していきましょう。コンパチシリーズをね、ちょっとプレイしたいなと思っていて、あまり詳しくない仮面ライダーとかウルトラマンとかをね、勉強しようと思って、Hulu で見ようと思ったんですけども、ふと Amazon プライムを開いてみたらですね、ゼータガンダムが目に飛び込んできて、今ちょっとゼータガンダムをね、見てしまってるんですよね。今どこまで見進めているかというと、ゼータガンダムの中のですね、ちょっとジャブロ攻略戦。まあ、実際にはこのジャブロをね、引っ越し中ということで、アウド村に乗って離脱するわけなんですけども、ちょうどそのあたりを今見てます。まあ、カイが出てきたり、ハヤトが出てきたり、ブライトが出てきたりっていうね、あの、ファーストガンダムから見てる人からするとね、すごく熱い展開ですよね。
リック・ディアスとハイザックの戦闘シーン。今のは、ビームサーベルとヒートウォークですね。ちなみに、リック・ディアスの武装をせっかくなんで全部読みますか？バルカン・ファンクラス。リック・ディアスのバルカンは頭がパカッて開いて、そっからでバルカンを撃ったような記憶がありますね。火力は2000。それとも2000出るんだ。バルカンにしては火力高いですね。あ、ただね、このガンダムジェネレーションシリーズはバルカンでも結構火力出るんですよね。まあ、いわゆる、ギレンの野望とか G ジェネシリーズになってくると、まあ、この、バルカンに関してはちょろっと残ったヒットポイントを削るぐらいの、まあ、役割というか機能というかダメージソースにしかならないんですけど、このガンダムジェネレーションの中では、それなりに火力出ますね。クレイバズーカーがかわされてしまいましたが、これはどうだ？当たるか？これも 50% ぐらいだったよね。当たった。ハイザックを撃墜。落としました。まあ、ここは本当にイベント戦闘に近い形で味方も編成のし直しみたいなこともできませんし、敵も同じくそういうことはできないと思うので、もうゴリ押ししていきましょう。まあ、せっかくミノフスキー・リューションあった場所に部隊展開したんですけども、突出させたのであまり意味がなくなってしまいましたね。では、ガンダムマーク2で攻撃を仕掛けていきます。この時のマーク2はまだ黒塗りなのかな？エウーゴに入ってからマーク2はね、白く塗り直されますけど。あ、もうすでに白く塗り直されてるな。黒いガンダム、黒いマーク2もね、かっこいいんですよね、結構ね。ハイザックのヒットポイントが2600。これは次のターン、ハイザックはきっとアレキサンドリアの中に戻っちゃいますね。では、アーガマンを前に出しますか？ 28000。アレキサンドリアは？アレキサンドリアは18000ですね。これ、アーガマンを脅されることはなさそうなので、アーガマンを。もう思い切ってガッと前に出ちゃいましょう。ダミーも放出。アーガマはね、強襲揚陸艦みたいな形に確か艦首はなってたと思うんですけども、アレキサンドリアはどうなんでしょうね。戦艦なのか従順なのか、ちょっと微妙なとこですよね。ま、ケージュン、無彩級と同じようなケージュンっていうことはないと思うんですけど、アレキサンドリアは戦艦なのかな。ヒットポイントを見る限り、アーガマーよりかはね、ちょっとヒットポイントは小さめに設定されているように見えますけど。お、リック・ディアスに敵のガンダムマックスだな。ここは切り合いましょうか。まあ、リック・ディアスも脅されたくないですからね。敵のガンダムはやっぱり黒いマックスですね。おお、このリック・ディアス危ないな。残り3152、どこまで回復できるかってところですね。ここは確実に防御して生き残りを図りましょう。モビルスーツはここで失いたくないので、1年戦争編をプレイしてよく分かったんですけど、モビルスーツ作るのに結構コストがかかって、まあ、そのコストの対価となるお金がなかなかたまらないなっていうのがよく分かったんで、ここはですね、できるだけ味方のモビルスーツは失わずにレベルを上げてクラスチェンジして新しい、まあ、レベルの高いランクアップされたモビルスーツを手に入れるっていう方がはるかに効率的なので、モビルスーツはできるだけ失わないようにしたいと思います。なんでガンダムもエースに育て、リック・ディアスもエースに育てて、そのエースになったらクラスチェンジという形で新しいモビルスーツに格上げすることができるんで、ちょっとそういう形をね、今回は目指していければいいかなというふうに思っています。まずアーガマーでマーク2を少し減らしますか。ハイパーメガ粒子砲、これを浴びせて削りましょう。で、削ったところでガンダムマーク2、もしくはリックディアスでとどめを刺して経験値を稼いでいます。
経験値はおそらくですね、攻撃を当てただけではあまり増えなくて、仕留めないと、経験値が入ってこない。まあ、つまりレベルが上がってこないってことになりそうなんで、レベルを上げるために、とどめを刺す、モビルスーツというのは、レベルを上げたいモビルスーツでとどめを刺すのがいいのかな、というふうには思います。このクリアさんも一度返しましょう。戦力ダウンはやむなし。で、このマーク2が8000。こっちのマーク2が6000。こっちのマーク2から狙った方が良さそうだな。こっちのマーク2を狙っていきます。クレイバズーカーよりもビームピストルの方が命中率は高そうかな。エネルギーの消耗も低いですね。ここはビームピストルで仕留めていきます。今、アレキサンドリアの中にはダメージを与えたハイザックが1機残ってる状態だと思うので、まあ、次のターンそのハイザックは攻撃を仕掛けてくることはできないと思います。うお、クリティカルヒット食らった。このクリティカルヒット痛いな。こういうところでクリティカルヒット食らうときついですよね。ここはガンダムマックス1機しか仕留められないかな。ビッグディアスを失いかねないっていう状況になってきましたからね。ここも食らうか。2200。ガンダムマック2とビッグディアスだとほぼ同じぐらいのスペックのイメージあるんですけど、マーク2から受ける攻撃の方がちょっと大きいかな、今のところで。ガンダムマーク2は、ゼータガンダム本編始まった最初に出てきてるモビルスーツの一つですけど、その時にはもうすでに旧式化が進んでいるっていうね、そういうモビルスーツだったと思います。うわ、これ仕留められないかもしれない。一応切り合いますか。回避。56% で回避か。だったらマーク2で仕留めたいな。まあ、カミーユは乗ってないですけど、カミーユは乗ってると仮定して、ここでビームサーベルで切り合いたい。防御で、こんだけか。しょうがない。確実にマーク2を仕留めたいので、まず最初に、このマーク2にダメージを与えて、その後、ビッグディアスでとどめを刺しましょう。ビームサーベルで、切り。回避率 56%。 これ仕留められるのと仕留められないのでだいぶ違うな。もうすでにこの時のリックディアス全部赤く塗装されてますね。劇中の最初はリックディアスクワトローキだけ赤で、他、まあ、アポリーロベルトが乗ってるものとかは全て黒塗りでしたけどね。リックディアスがレベル1からレベル3まで一気に上がったね。これうまくすればリックディアスを次でクラスチェンジできるかもしれない。ビッグディアスの次何なんだろうな。それもちょっと気になりますね。ガンダムマーク2に連装ミサイル。これは回避だ。これ回避できるかできないかで次のターン、マーク2が攻撃できるか一度アーガマに戻らなきゃいけないのかっていうのが決まってきますね。食らう。しかもクリティカル。しかもクリティカルか。やってくれる。アーガマーは敵の攻撃を一身に受けましょう。まあ、そうそう落ちない。ヒットポイントまだ2番超えですからね。ここで敵の攻撃を引きつけておいて、その間に敵のモビルスーツ隊を潰していきましょう。ここも回避。クラッカーを回避で 17%。17% だったら回避できるかな。食らっちゃうと多分、このリックディアスはもう死んだー。17% を食らうか。まあ、ついてないとしか言いようがないな。17% を食らうようでは。いや、このハイザックレベルめっちゃ上がったな。もうそれ上がるよね。17% 当てたからね。17% はなかなか当たらないですけどね。本来だったらね。マーク2も一度戻さないといけないぐらいダメージ食らってますからね。
ダミーを放出してからマーク2を、まあ戻さざるを得ないんで戻しましょうか。やっぱりね、あとダメージ受けてるところで言うとガンダムマーク2がこれだけか。いやー、このマーク2落とすのは無理だぞこのターンで。となるとこのハイザックに集中攻撃を仕掛けるっていう方が現実的かな。一度体勢立て直したいな。このハイザックの反撃でどれくらい食らうかだな。このリックディエスは残したいよ。レベル3まで上がってるんで。このマーク2は無理だ。もうどうやっても無理だ。戻さざるを得ないで戻しましょう、やっぱり。で、このリックディエスの攻撃でどこまでダメージ与えられるかだな。5770。クリティカルヒットで一撃して沈めればいいですけど、反撃食らうと3000ぐらいに減りそうですね、ヒットポイントがね。そうなるとこのリックディアスも危ないな。200残るのか、まあ、絶妙なバランスになってますね、設定がね。ではここはこのリックディアスで仕留めましょうか、このハイザックを。命中率 73%、 これは当たるでしょう。かわされる。いや今回月がほんとないな。このハイザック戻られますからね、この次のターンでね。 17% を食らって 73% を外すっていうね、まあなんとも言えない感じですね。この二連装ミサイル命中率 60%、 これ返してくんないとこのリックディエスもやられるぞ。ぐはっ、食らうな。このマーク2のビームライフル回避できなきゃ沈む。命中率 65% ですね。かわしてくれよ。食らった。これでリックディエスを2機失う形か。まあ、ちょっと隙がないとはいえかなり劣勢ですね。敵のハイザック、ここはビームピストルで応戦しておきましょう。まあ本当はアーガマ、まあ、つまり戦艦で沈めてもちょっと経験値にならないんで、あんまりアーガマで攻撃したくなかったんですけど、アーガマでも攻撃せざるを得ないぐらいに味方の損害が広がってますね。しょうがない。まずはマーク2を出して、その上でアーガマからも攻撃しましょう。ハイパーメガ粒子砲、これでマーク2を仕留める。でどんくらいだろう、3000から4000ぐらいのダメージにはなると思うんで、これでうクリティカルヒット。いやーマーク2はこっちで仕留めたかったな、モビルスーツでね。クリティカルヒットがここでまあ良くも悪くも出ちゃったかっていう感じですかね。リックリアスは4000残ってればこのハイザック仕留めにかかりましょう。ビームサーベル3回切れば死ぬでしょう。このハイザック残り5700のヒットポイントだったら。でアレキサンドリアは逃がしたくないので、アレキサンドリアを目指して部隊を展開して、まあ包囲するにはリクリエスの数がだいぶ減っちゃったんですけど、うまくね立ち回り前し、このリックディアスでハイザック仕留めたいよな。そうなるとこのターンはあまり無理せずに一度収納して戻しましょう。
今展開してる敵のハイザック、これが戻るかどうかですね。ここは回避だ。2連装ミサイル 60% の命中率、これを回避できるかどうか。食らうな。敵の 17% は回避して 73% の的中率もうまく寄されるとなるとね、なんかちょっとなーっていう感じしますけど、ここは敵のハイザックにダメージを与えておきます。で、次のターンでリックディアスを戻します。これ通常の攻撃だったら沈まないと思う。そうだね、残った。で、敵のハイザックに2500ぐらいダメージ与えられるはず。1800か、残り1800でしたね。これでこのリックディアスを戻して、ガンダムマーク2でハイザックを仕留めましょう。この中にハイザックいる？いるよね。このハイザックが出てきたらこのハイザックも仕留めたいけど、まあ、とりあえずマーク2でおやつを仕留めましょう。これでハイザック一気撃墜。あ、ガンダムの靴はもともとレベル3か。これアレキサンドリア沈めたらレベル上がりそうだな。ちょっとここ回復されると嫌なんで、ここにアーガマ持ってきちゃいましょう。で、レベル3のリックディアス、レベル1のリックディアス、できればレベル1のリックディアスではなくてレベル3のリックディアスで敵のハイザックを仕留めればレベル上がりそうですね。ちょっとそれを考えます。で、アレキサンドリアをガンダムマーク2で沈めれば多分レベルが上がって、ガンダムマーク2とリックディアス両方ともレベルマックスっていう状態で次クラスチェンジができるかもしれない。アレキサンドリアと打ち合いですね。ハイパーメガ粒子砲。アーガマってそもそもハイパーメガ粒子砲って搭載してましたっけ？ガンダムユニコーンの中ではね、ハイパーメガ粒子砲を使ってたと思うんですけど、アーガマって最初はハイパーメガ粒子砲なくて、どっかで回収した時にハイパーメガ粒子砲を積んだような記憶があるんですけどね。もうここではすでにハイパーメガ粒子砲序盤中の序盤ですけども積んでますね。ではこのハイザックをこのリックディエスで仕留めたい。で、このハイザックどうだろうな。一発ビーム砲でこのハイザックに攻撃当てますか。ハイパーメガ粒子砲だとどう。 100%7300 は削れないだろう。7300逆に削っちゃうとね、経験値を獲得するためのカモがいなくなっちゃうんで困っちゃいますけどね。アーガマーのハイパーメガ粒子砲は確か滑走路の下だったと思うんですけどね。そっからニョキニョキニョキって出てきて撃ったような描写がガンダムユニコーンの中であったと思います。このハイザックを仕留めるのはあくまでもレベル3のリックディアス。まあ、ここで4000削っちゃったりすると困るけど、うーわ、ここでクリティカルヒット、ことごとく今回計算が崩れるな。これレベル上がらないよね。うわ、ちょい残しか、もったいないな。となるとどうなんでしょうね。このアレキサンドリアを誰が沈めるかだな。ガンダムマーク2で落とすのか、それともリックディアスで仕留めるのかっていうところがちょっと難しいですよね。どっちでやってもレベル3にはなるんですけど、まあ、ここはガンダムマーク2かな。ガンダムマーク2でこのアレキサンドリアを仕留めて
ガンダムマーク2をレベル3とレベルエースに持っていって、そこでクラスチェンジしましょうか。ではアレキサンドリア撃沈していきます。ではガンダムマーク2でアレキサンドリアを撃沈してレベルをエース、次のステージでクラスチェンジしていきたいと思います。アレキサンドリアを撃沈。本当だったらね、マーク2もレッグビエスも両方ともレベルエースに持ってきたかったんですが、残念ですね。はい、では今回は新しくガンダムジェネレーショングリフス戦記を始めたというところで、ステージ1クリアで終わりにしたいと思います。次回以降ですね、ステージ2進めていきたいというふうに思います。